続いての試合は110パウンド契約ウェイト8回戦です。画面右、髪を金色に染め上げてきました高見京介、画面左がフィリピンからやってきたレイマーク・アリカバです。これが A 級初戦、気合の証と明日高見京介の金髪。第4試合、第1ラウンドのゴングが鳴らされました。赤のグローブ、帝拳ジムの高見京介、青のグローブ、フィリピンからやってきましたレイマーク・アリカバです。赤の高見京介は前回の試合勝って A 級ボクサーの仲間入り。これが A 級初戦、初めての8回戦です。これまで2試合とも2ラウンド以内の決着、今日もその早い決着というのは見られるでしょうか。一方青のレイマーク・アリカバですが、フィリピンのフライ級13位に位置しています。そのフィリピン相手のレイマーク・アリカバ相手に今日A 級初戦の高見、今年初戦の高見はどうボクシングを組み立てていくでしょうか。そしてこの高見といいますと、このスピード、速いパンチが武器です。自分でも自信としているこの左のジャブのスピードです。左、あと右を打っていたのはフィリピンのレイマーク・アリカバ。スピード、カウンターを武器としています。あとここは一発があると、ワンツーボディからレイマーク・アリカバが 連打です。ただ赤の高見は効いていないという表情、冷静な表情です赤の高見。フィリピンフライ級13位のレイマーク・アリカバが一時はパンチを連打するシーンも見られました。高見はスピードとカウンターに加えてパンチの強さも自信になったと前回の試合を終えて話していました。右を流すなというのは提言ジム陣営です。前に出てきますフィリピンレイマーク・アリカバ。左、ここまで2戦2勝 2KO は赤の高見京介です。デビュー戦は1ラウンド、2試目は2ラウンドでのノックアウト決着でした。青レイマーク・アリカバは右のストレート、簡単です。右、ただ打ち下ろし、左のフックも狙っていく。少し左が大振りになっているか。右、ニヤッと笑ったのは青のレイマーク・アリカバです。11戦8勝3敗、8勝のうち6つの KO があります。ですから倒すパンチ一発の魅力があるのはフィリピンのレイマーク・アリバです。45秒を切りました第1ラウンドです。 A 級初戦の高見、下手な試合はできないですと昨日前日計量で話してくれました。大事な A 級初戦、左から右につなげていくのは青のレイマーク・アリカバです。30秒切りました。スピード、カウンター、パンチの強さ、1試合ごとに成長してきている赤の高見京介。フェイントを出しながら前に出てくる赤の高見です。ただ先ほど連打、強烈なパンチも持っています青のレイマーク・アリカバ。ここもじりじりっと距離を詰めていきます。ただ急ぐことはありません赤の高見です。右、第1ラウンド終了です。ライトフライ級を主戦場としています高見京介ですから、今日はおよそ1キロ多い 49.8 キロでこの試合に臨んでいます高見京介、20歳、プロ3戦目です。序盤はこの青のレイマーク・アリカバの連打、8勝のうち6つが KO 勝利というこのパワーを遺憾なく見せつけられました。ただ赤の高京介は初めての8回戦、初めての A 級ボクサーです。下手な試合はできないとも話していました。ボクシングを知らない人が見ても今日は分かりやすい勝ち方をしたいです、そう話していました。デビュー戦は1ラウンド1分12秒、2試合目は2ラウンド1分55秒での決着でした。ですからこの第2ラウンド非常に注目です。A 級初戦の高見京介の第2ラウンドが始まりました。赤の高見京介20歳、青のレイマーク・アリカバ13歳、非常に若い者同士の一戦です。110パンド契約ウェイトの8回戦、ライトフライ級主戦場の高見はおよそ1キロ重いウェイト、そしてフライ級、あ、ここも前に出てきます。フライ級を主戦場としているアリカバはおよそ1キロ軽いウェイトで臨んでいます。ここまで2戦2勝 2KO 赤の高見京介です。前回の試合からスパーリングを
およそ100ラウンド以上消化してきたと話していました赤の高見です。元世界チャンピオンのジェシー・ロドリゲス、そして日本ライトフライ級のベルトを返上しました岩田翔吉、まあ、こういった選手たちとスパーリングを積んできました。ワンツー打ってくるのは青のレイマーク有川です。右のストレート強烈、左のフック、スピード、そしてパンチの強さ、これは自信を持っています赤の高見です。左のボディ、 A 級初戦です。まあ、少し力むところもあると思いますが気合を入れて臨みたい、そう話したのは赤の高見です。まあ、いずれもここ2試合は2ラウンド以内での決着がありますから、まあ、このラウンドでというところも期待してしまいますが、青のレイマーク有川も前に出てきています。ロープを背負わせるのは高見、ただここも前に出てくる、左のジャブを打ちながら右というところ、これですね、左のボディも打っていきます。赤の高見は前回の試合で少し何かきっかけをつかみました。左の前の手でジャブを打ちながら右で一発で仕留めると、まあ、ここ2試合はその右でダウンを奪っています。まあ、ただ相手はフィリピンです。フィリピンの選手は少しモーションが見にくいですから、少し気を抜かずに最後は倒したいと話しました赤の高見です。そして、まあ、右のボディから左、そして右につなげるのは赤の高見です。前にも出てくる、そして距離も取ってくるのはフィリピンの選手の特徴ですから、ここ2戦というのは右のストレート、右のフック気味でしょうか、横から飛んできました、左のボディも打ってきます。しかし右を返すのは青のレイマーク有川です。フィリピンからやってきましたフライ級13位、右のボディ、残り30秒切りました。 A 級初戦、ここまで2ラウンド以内での決着が続いていた高見のこのボクシングプロキャリア、立ち向かうのはフィリピンフライ級13位のレイマーク有川です。15秒切りました。ここもゆっくりと前に出てくる、左内終わりの左を狙っていました。カウンターも得意としているのは赤の高見、右です。内終わりからレイマーク有川も打ってきます。第2ラウンド終了です。青コーナー、フィリピンのディゴスシティ出身レイマーク有川です。先ほどの第2ラウンドの振り返りです。この右のストレートが強烈です。ここ2試合とも全て右でダウンを奪っている高見、青のレイマーク有川を映しています。2017年の6月19日にデビューしました、プロ6年目です。ここまで11戦8勝3敗、8勝のうち6つがノックアウト勝利です。まあ、一発の魅力があるこのレイマーク有川、3試合前から8回戦を経験しています。ですから、まあ、キャリアとしては高見よりも上でいいでしょうレイマーク有川です。まあ、そのフィリピンの相手にどういうボクシングを組み立てるか高見恭介、まあ、プロとしてはこれが初めての第3ラウンドということになります。高見恭介 A 級初戦、今年初戦、そしてプロとして初めての第3ラウンドに臨む高見恭介です。アマチュア47戦43勝、目黒日大高校ボクシング部出身、インターハイ、国体を制してアジアユース3位の実績があります赤の高見恭介。アマチュアから名門帝拳ジムの門を叩きました。そこからプロに入って2戦2勝 2KO、 華々しいプロのデビューを飾りました。さあ果たして A 級初戦どうでしょうか。ワンツー、レイマーク有川も非常に前に出てきます。強烈なパンチを持っています。ただ下がりません、屈しません赤の高見です。左のアッパー、ただ効いていないと顔を横に振りました赤の高見です。前に出てくる、左をコツンと当てながら前に出てきます。前回の試合で掴んだのはこの左前の手のジャブを打ちながら右のストレート、ただそれがなかなか今日は発揮できていないというここまでの試合でしょうか。これです、左からの右です。リーマーカリ顔は少しちょっと下がりました。左、身長は両者ともにほぼ同じ、背格好を上背ともにほぼ同じの右構え、左のフック強烈です。右のボディ、ドスンという音が響きました。プロ初めての第3ラウンド、ただしかしスパーリングとしては100ラウンド以上消化してきている赤の高見恭介です。前回の勝利で A 級ボクサーの仲間入りです。
大事な大事な A 級初戦、そして今年初戦を迎えています。ライトフライ級を主戦場としている高見京介、右のストレート強烈です。ロープを背負わせている、ワンツー左のボディ、ただ打ち返す、レイマークありカバー、反転右、もう一度右、レイマークありカバーも非常に眼光鋭く高見を見つめています。フライ級13位、1分を切っています。右のボディ、あと少し嫌がる素振りを見せているのは青のレイマークありカバーです。左、速いパンチが、この音速のパンチが青のレイマークアリカバを捉えようとしています。左から右、そして左のボディ、徐々にこの赤の高見としても手応えをつかんできたでしょうか。左のフック、左のボディ、少し口が開いてきたのは青のレイマークアリカバです。少し後ろに下がるシーンが増えてきました。赤の高見が追い詰めていきます。さあここは右、勝負と見たか、攻勢に仕掛ける、2戦2勝 2KO、 A 級初戦、今日はどんな勝ち方で後楽園ホールのファンを魅了するか。右、左、連打です。10秒切って連打です。第3ラウンドを終えました。にやりと笑った高見京介、今日が A 級初戦、赤の高見京介です。初めてプロとして初めての第3ラウンドを今終えました。こうした左のフックでしたり右のボディというのも強烈、こちらは左のボディ、まあ、徐々に徐々にこのボディを打って体力を削っていこうというのがこの赤の高見の第3ラウンドでした。まあ、今田中仙台トレーナーからの言葉もしっかりとうなずいて聞いています。自分がやりたいことを常に尊重してくれる人です。ボクシングをやりやすい環境作りをしてくれているのが田中仙台トレーナーですと、そう話していました。二人三脚で歩んでいるこの高見が田中仙台トレーナーに恩返しのその一生を届けることはできるか。110パウンド契約ウェイト8回戦の第4ラウンド、これが前半最後と言ってもいいでしょう。先ほどのラウンドで少しボディが効果的に決まるようになってきました赤の高見です。ワンツー打ってきました青のレイマークアリカバです。まあ、フィリピンの選手ですから先ほども申し上げましたがモーションが見にくい、そしてフック系も警戒している、前にも出てくるし、そして距離も取ってくる、まあ、非常にやりにくい相手だというふうに赤の高見は話していました。まあ、ここまで2試合とも2ラウンドでの決着というこのプロのキャリアですが、高見の4ラウンド目という突入になっています。ここまで2戦2勝 2KO の赤の高見、そして一方レイマークアリカバは11戦して8勝3敗です。まあ、アリカバとしては8回戦も3試合前から経験していますから、非常にプロとしてもキャリアがあります。このラウンドも赤の高見が積極的に前に出てきています。2023年の最初の戦い、それが A 級初戦、初めての8回戦です。ワンツー、左を効果的に出していくでしょうか。左を打って右というのが前回は効果的に決まりました。そしてその右でダウンを奪ったというところですから、その右がいつ炸裂するか。そして先ほどのラウンドではボディもうまく当たりました。一瞬レイマークアリカバが嫌な顔をしました。今度は右のボディ、ただこうして前に出てくるのはフィリピンのレイマークアリカバです。左、少し赤の高見の顔も赤くなってきたでしょうか。右、あっとここがバランスを崩した。ただどうでしょう、自分をもう一度鼓舞するようにパンチを合わせました。左のフックです。右、右フック、そして攻めて左のボディ、さあここは攻める、ここは攻める、勝機と見た赤の高見。右、少し嫌がる素振りを見せるのは青のレイマークアリカバ、たまらずクリンチです。分ける、1分を切りました。さあここは前に出たい赤の高見、右、左のボディ、さあここは攻める、左のボディ、左フック、星が沈んだ、ダウンを奪いました。まず1つ目のダウン、残り30秒です。ここが勝負と見ていた赤の高見、
一気加勢、ワンツースリー、ボディに打っていく。さあレイマークアリカバー耐えられるか、残り20秒、赤の高見はまとめられるか。さあロープを背負わせた。 A 級初戦初めての8回戦、パンチを出す、左、残り10秒。さあ、ダウンを奪って、さあ、パンチをまとめる、防戦一方、レイマークアリカバ。倒すことはできなかったが、ダウンを一つ奪いました、高見京介です。改めてお客様にお願い申し上げます。第4試合の110パウンド契約ウェイト8回戦、赤野が一つダウンを奪いました。こちらのシーンです。左のフックで青のレイマークアリカバの心を折りました。ロープにもたれかかるようにフィリピンフライ級13位のレイマークアリカバが尻餅をつきました。これが A 級初戦です。下手な試合はできないと話した赤野高見、ここを勝って次は日本ランカーの選手ともやりたいですねと、そうも話していた高見です。4ラウンド以内に倒したいという思いは打ち砕かれましたが、一つダウンを奪った高見京介の第5ラウンドです。ダウンを奪ったのは左のフックでした。青のレイマークアリカバの心を折りました。さあ次はどのパンチで仕留めるか、右のボディ狙っていた赤の高見京介、今日もノックアウト勝利です。レフェリーがすかさず試合を止めました。赤の高見としては少しニヤとした表情もありました。ただこれでプロに入って3戦すべてノックアウト勝利という形になりました。ただいまのレフェリー寺山修平がこの試合をストップしたテクニカルノックアウトタイムは5ラウンド19秒、5ラウンド19秒、 TKO 勝ちにより勝者赤コーナー高見京介。高見京介選手デビューから3連続 KO 勝利でございます。 A 級初戦を高見京介がノックアウト勝利で飾っています。